Hey guys, you know the video. Thank you so much for watching. It's been Sage. And I will see you guys later. Okay, we'll go to Catherine. What the fuck? Priority quest. Must complete before teleporting. Oh no. What is this? What do you mean? Wait, what do you mean? I can't TP? これからどうしよう。何か計画とかないのか ？Oh my god, it's not done. I'm dead. Ah. 旅人さん、パイモンさん、お待ちください。マジで？あれ、アヤカ？どうかした？一つ頼みたいことがあるのですが。Okay.ご心配なさらずに。今回の依頼はシャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。まさかデート？いや、そんなことないよな。個人ってことはプライベートなことか？はい、私のお母様に関することでございます。え？突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。先日、古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。そこにはお母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか？はい。両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。会ってみたい？じゃあオイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？ Why is she so eager? いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。はい、あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。それはよかったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。よろしければ一緒に行動しましょう。 Oh, please. もちろん、いいよな。ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。Oh, okay. おお、行こう。 We've been there before. And this is Ayaka's Whispers of the Crane and the White Rabbit. This is Ayaka's story quest, right?
あれ？おや？これは祭りの告知だ。そういえばオイラたちまだ稲妻の賑やかで面白い場所に行ったことないぞ。違います。私はただお祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ業の者はすでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。 I'm pretty sure the way clothes work is that they also have gravity. It doesn't do this. It should be okay, but you know. この時期になると稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。あ、仕事ばかりに気が入ってしまい話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ早く店の中に行ってみようぜ。 Okay. 新しいお着物ちょっと見ていきませんか。あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で。こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか。おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは。見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。ただ少々厄介な問題がありまして、その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。 If the flowers don't need to be fresh, I'm pretty sure I have some. 自分で布を買わないといけないってことか。小倉屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう。万国商会に行ってみてはどうですか。彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのツテを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。そういえばオイラたちもう随分離島には行ってないな。ということはどうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。綾香のやつ
こそこそと何の話をしてるんだ？あ、はい、わかりました。Is that a costume for me? I swear to God. I swear to God. では、よろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直、我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じでとても楽しみなんです。ありがとうございます。では、私たちはこれで。旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。All right. ここが万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。あ、そこだ。あそこ、クリス会長だよな。会長か。ええ、あの方で間違いないかと。一体どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか。あなたは神里家の彩香様。こんにちは。それに旅人さんも。お久しぶりです。近頃は離島から離れたみたいですね。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところで、なんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ？何かあったのか？それが、お恥ずかしながら、万国商会の貨物が浪人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか？高級な絹です。Of course. Of course. 何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底をつけるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。私も被害届を出そうと思ったのですが、あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、あ、申し訳ございません。今のところ良い案も思い浮かばず、我々紹介の人間だけではかも、正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか。はい、しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれシャブ業と神里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面した時、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。はい、必ず。しかしお手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは
民衆の間でも高い評判を持つお方。我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと、私は上里家の長女。勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。皆さん、私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。よし、出発。出発。皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡。非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。あいつらなのか。おとなしく捕まれ、コソ泥め。そんな人数で何ができるというんだ。寝言は寝てから言え。何を自信満々に。そんなことは。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ万国商会、稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ、お前らが今まで誰かに助けられ、一度でも守られたことなんてあったか。自分の立場もよく分かってないようだな。この稲妻ではお前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、よそ者、一つ交渉と行こうじゃないか。交渉？モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。いい加減にしろ。私は。お待ちください、クリスさん。モラを渡す必要はございません。しかし、私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。私はあなたのためにこの件を解決すると。はい、そうでした。では、あなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。What is this? ここからは私が約束を果たす番です。 What is this? Hello, Ayaka。 今回は大物が釣れたようだ。足元に気をつけて。運命には逆らいません。神里流消滅。 Oh my, oh, that was bonus. I was like, holy shit. これで解決だな。いえ、とんでもございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我はありませんか。大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。盗まれたものは全てここにありますよ。ありがとうございます。中身が無事かご確認を。浪やとは。はい、間違いありません。絹を。まさか皆さん、こちらの品が必要だったのですか。はい、おっしゃる通り、間違いございません。誤解するなよ。そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。
もう少し遅れてたら、キノは買えなかったかもしれないからな。皆さん、本当に何とお礼を申せばいいのか。皆さん、キヌが必要なんですよね。今すぐ一巻用意します。ありがとうございます。いくらでしょうか。あなたは私の恩人です。モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。気を使うことはございません。本日この森では何も起きませんでした。そうでしょ。皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後何か必要があれば、この万国紹介のクリスに何なりとお申し付けください。はい、絹をお売りいただきありがとうございました、クリスさん。じゃあな、もう奪われないように気をつけろよ。ええ、旅人さん、お手伝いありがとうございました。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら神里家のお嬢様に会えるような身分じゃなかったってことか。そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を多くの人に知られるわけにはいきませんので。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまでです。私の立場上、彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級などとは関係なく、私自身の意思で困っている一般人の方を助けたまでのこと。なぜなら私は心の奥底では、民が困難に遭う世の中を正しいとは思っていませんので。 Nicely said. あ、申し訳ございません。このような無駄話を。小倉屋へ戻りましょう。苦労して手に入れた絹を店主に渡さなければ。ああ、そうだな。I didn't get to see, was it her weapons and stuff. 店主、戻ったぞ。戻ったぞ。皆さんお帰り、どうでしたか。あ、すまない。万国商会に在庫はありました。あ、うん、はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外の材料は店にあったはずだから、材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので、皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。 Is this a fourth wall break again? Like, this is like the developer just talking to us, like just hinting it that we will get one. しかし、あなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか。
でしたか。I still want one though. やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当にお可愛いですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。 You know what? Rather than an outfit, I want a weapon for Paimon. そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。Stylish, I guess? そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴、カジュアル、みんな違うけど自分たちの特徴にぴったりだな。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要です。I still have much to learn. Sorry. 自身の気質を引き立たせ、体との一体感をもたらす。とても素晴らしいことです。ですので、おめかしは嫌いではございません。わかるぞ。確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いので、どんな服装もお似合いだと思いますよ。Yeah, this definitely feels like the developers are just talking to us. Just like complimenting all of the fan arts and stuff. Where's this part? Oh man. お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか？いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか？はい、わかりました。すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたらなるべくお早めにお願いできますでしょうか？近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。 We're gonna eat. We're gonna eat. We're actually gonna eat. この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう。 Look how happy Paimon is. おー、ご飯だ。ちょうどいい。場所はきちんと厳選してあります。君の魅料亭です。 I think I've been there before, I'm pretty sure. 高級すぎてかしこまってしまう料亭より親しみやすい君並料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。そうだね。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。Is this a CG? この店か。通りに面した開放的な店だな。確かに親しみやすそうだぜ。いらっしゃいませ。ああ、アンナさんだ。君なみさん、こんにちは。あ、神里様、時間ぴっ
るですね。予約してた時間通りです。はい、注文内容は以前予約した通りに、それと事前に言っておいたこともお願いします。はい、わかりました。もうすべて準備してあります。旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。私は料理の準備をしてくるから。旅人さん、パイモンさん、どうぞおかけください。私は少々席を外します。すぐに戻りますので。いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを処理し終えたらすぐに戻ります。え？行っちゃったな。なんか急いでたみたいだけど。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、高級とは言い難いけど、味には自信があるよ。気に入ってくれると嬉しいな。お店ももう長いことやってるから、神里家の方とも交流が深いの。神里家の兄弟は二人とも私の店の味が好きで、昔はよく人に頼んでうちの料理をお持ち帰りしてたんだ。Ah yes, the way rich people take delivery. でもまさか神里様が自分で店に来るなんてね。それにお友達も連れて。あの方初めてなのか。オイラたち誇っていいよな。I'm sorry for skipping. God damn it. そうなの。こう言ったらあれだから、あなたたちだけに言うけど、私の知る限り神里様ってお友達があまりいないみたい。どうしてだ？人もいいし、礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ？ Probably social status. 私もそう思ってたんだけど、対人関係ってそうもいかないみたい。 Yep. 神里様は容姿端麗で高貴な身分、それに優雅な振る舞いからまるで高嶺の花だって近所の人たちはみんなそう言ってるの。What happened there? Oh my, wait, what happened? Is it because I haven't updated NVIDIA? My god. 完璧すぎるのは逆に距離感を生むのかもね。普通の家の子はあの方に話しかける勇気すらないもの。あんなにいい子なのに友達ができないなんて。そうだったのか。交流は少なくとも、私はもう長いこと神里様のことを知ってるからね。あの方が若くしていろいろな責任を背負ってることは本当に尊敬するよ。だから今日は神里様がお友達を連れてきたのを見て、私もすっごく嬉しいんだ。そっか、よかったね。たくさん食べてね。よかったらあの方ともっとお話をしてあげて。私たちここ一帯に住む人たちからのお願いだと思ってさ、頼んだよ。分かった。はっ、え、あ、綾香の声。すみません、旅人さん。Okay, so first of all, I had my guess, but I didn't say it because it was pretty weird to say. But from that sound effect, that was the sound effect of the sort of the failed one. Like if you start cooking and you just like immediately press stop, that's the sound effect. So I guess she was actually trying to cook for us. 私と一緒にこちらへ来てくれませんか？頼みたいことがございます。すみません、急に呼び出してしまって。実はその、私が先ほど作った料理が失敗してしまい。 I knew it. And the fact that I've already been here and like said that, ooh, this spot looks nice, like I actually want to make a spot like this in my house in real life. It's actually crazy.
あの音は鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通り、この家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため道具と食材の用意を店主に手伝ってもらったのですが。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは椿さんへの手土産でございます。ああ、OK。 お母様の手記には椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。 But because she hasn't seen or eat, maybe have, I don't know, she couldn't really make it. Okay. 異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。You could say my food is out of this world. 私もそうなのではないかと思っていました。あなたみたいな各地を旅する方であれば、きっと様々な美食を知り尽くし、知識にも富んでいるのではと。Right, which one should we go with, Liyue or Mondstadt? 料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。もちろんお礼はきちんといたします。 My time to shine。 どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。オイラ知ってるぞ、この類の料理ならあれしかないよな。あれしかないって？ピザだ。Sure. All right, sure. Sure. ピザ？おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面に乗せて焼いた食べ物だぞ。すっごく美味しいんだ。にゅそれはとても美味しそうですね。Alright, seeing as I already have the pizza, yep, I don't need to come in. But I do need to take this and also learn all of this. There we go. Pizza は焼けましたか? Right, I'll give you the delicious ones. That's the only one I have. 焼けた焼けた! 香ばしい匂い。旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。Oh, imagine a hangout series with one of the branches being cooking with Ayaka. That'd be cool. 二人ともうまくできた？あ、これは神里様。欲しかった料理ってこれのことですか？はい。旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。It's funny how we made pizza, but it's on a pot. Or like a wok.お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い。本当に美味しそうな料理ですね。ああ、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふん。作り方を教えてやろうか？ Fuck's sake, Paimon. え？いいのですか？Sure could. 食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して
一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて。 Yes, technically I could, but it's a recipe. It's nothing, it's not that big of a deal. 素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。 Thank you. Now go into my party. それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか。あ、そうだな。ああ、オイラたちの好きな具材でピザを作りながら、その内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。そう、それだ。 What a nice shot. What a nice shot. じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。キャベツとチーズ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですから、きっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。みなみさん、はっ、レシピは書けましたか。書けました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。頑張れ旅人さん。パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。いや、ちょっと待って、うまそう。いや、うまそう。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。なんだかこの趣旨は大きい。なんで？あんな大きな寿司あったのか？カメラのか？カメラのせいのか？熱いうちに食べましょう。いやいや、大きいなんだよ。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか。This looks like the Firefox logo. What the hell? おいしい。これもおいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした。その私のことについて話していたのでしょうか。 She said that you need to join my party, Ayaka. That's what she said. ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで嬉しかった。やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか。あれって？はあ、
もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。あれか。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。You know what? When was the last time we actually got someone that addresses Paimon as Paimon and just talks to her normally? それはすべて事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみ。ですので皆さん、私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。Their writing in this is actually good. The writing is good. The BGM just complements it even more. ありがとうございます。私、とても嬉しく思います。あ、すみません。お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら、我慢しないで発散しろよな。はい。それと、これと、私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とてもいいんだぞ。オイラたち、よくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。 The pause! Oh my god. お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁、大切にします。でもそういえば、その椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて、簡単にではございますが、ある憶測があります。私が思うに、椿さんは狐紳士かもしれません。え、狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。 Okay. 稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。 The timing is impeccable. It's sunrise. Sakura's falling down from the trees. It's, oh my god. もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐神事ですよ。宮司？え？この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐神事が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか？仙人か。稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり、地下をかけたり、水中を泳いだり、土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。象形の念を抱かざるを得ません。
Dude, they're riding. 機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って、稲妻の神秘的な奇人に会いに行きましょう。Right.